皆さんお疲れ様です夕方のひとときを楽しくするちょっと緩めな情報番組プッシュアップイブニングえー、本来は火曜日はですね金谷舞さんがえお届けしていたんですけども、えー、本日はですね私が代打で月曜日担当してます大東萌がお届けさせていただきます本日はですねゲスト様お呼びいたしております子ども体操家の久保田武蔵さんですよろしくお願いいたします,お願,しますお願いします。何度目かっていうね, <laughs> ね <laughs> ワランプご覧いただいてる <laughs> 見慣れた顔になってると思うんですけども。ませ実はねその前にも出て頂い,いていろいろお話聞かせて頂い,いてる中でですねちょうど出てました「武蔵エンタメ体操キャラバー」これが世界初の初試みですよね子ども体操をメインとしたキャラバーをですねいよいよ9月19日水曜日明日です明日ですいよいよスタートするということでねえもう緊張して眠りませんけれども。 いよいよですからね、もう待ちに待った体操キャラバン、楽しみでしょうがない、もう前日ということなのに、もう急遽、急遽こうね、お越しいただいて、も、ぜひしゃべってくださいありがとうございます、目立ち好きなもんで、もう大先輩ですからね、いともい、言ったらね、気になってる方もいらっしゃると思うんですけども、このね、真ん中にドカンとポスターが貼られてます。ここのちら側 そうです。このちっちゃい方ですね。このひょろっとした方です、ね、<laughs> はい。ちっちゃい方です。が、なんと、武蔵さん。僕です。<laughs> <laughs> 全く今とちょっと違いますけども。そうですね。今よりちょっと二十キロ近くね、えー、ちっちゃい時なんですけども。この は世界タイトル、あ、まだ説明してなかった知ってる方もあれですけど、うんええ、総合格闘技世界4冠取られていらっしゃいまして、はい、アメリカで入りされていい、らっしゃるんですねですはい、日本一オーラがないんですけれどもね日本一無名な世界チャンピオンということで<名> <laughs> 本日もお越しいただきまして、はい、なんと今年の12月27日に、うん、こちらではもう格闘家としては引退ということで,、はいでね、引退イベントですね。はい なんと、対戦相手 k 1の拳銃と呼ばれた、はい、サムグレコさんがもうこのポスターの対比でも分かるんですけどねちょっとこれ僕ね <laughs> 安っぽい体してますよ、ね、そう体のこの違いが戦います <laughs> そうです やってしまいます。や,まますやれてしまいます。そのやられないでください。<laughs> その十二月二十七日がもうけ <laughs> じめとなりまして。言、はいたい子供体操家として、もう完全にシートチェンジするということで、はい、ぜひ明日から体操キャラバン、あとは一番。お願いします。お願いいたします。